と風景どっち撮りたい？私人撮るのも嫌なんよな。そんなこと聞いてない。風景撮りたいでよかった今は。なんで人撮りたくないとか言ったやろな。魂抜けるって何？昔からの言い伝え？あ、いや、とりあえず話題性のあるカメラで噂流したやつがちょっと一ビって流しちゃったみたいな感じなんかな。え、一ビルって全国区じゃないん？え？ちょっと待って、そっちの方が気になるわ。うわ、マジか。いちびってんなって言わへんのやん。いやー、いちびるマジで全国系やと思ってたな。びっくり。たまにさ、あれよな、ラナキュラで喋っとうときとかも、ポロッと方言したら、何それみたいな、なるから、そこで、あ、これ方言なんやって思うときあるな。直すは言うよな。片す直すみたいな。そう、片しといて直しといては。でもなんか、たまにガチで通じひんとき、説明しづらいよな。いきしもよく使う。え、いきしって全国区じゃないん？え、いきしな、やろ？ガチか。車とかで旅行するとかどっか行くときに、行き品にポストにこれ入れといてくれへん。帰り品まるまる買ってきてくれへん。で、使うかな。うわ、すげえ。うわ、マジか。今、ほんまにびっくりした。え、食べさしって方言なん？え、ふてこい、うわ、なんか、世間狭ないか。私の世界が狭すぎるんか。食べさしは、食べてる途中のものを指す。食べさし。食べかけ。そう、食べかけ。おぼこいはあれやな。幼いって感じかな。いや、そうや。そう、なんか私は天ヶ瀬通話しときに、それめっちゃおぼこいやん言うて、はって言われたんやな。そう、思い出した。そうや、方言出たら即終了。おもろいな。リスナーから募集した関西弁というか方言を5個ぐらい私がわからん状態であげてもろて、それが5つ全部出たら終了とかにしよう。ほな。ほなとかすぐ言うからやばいな。やんとか入れたら終わりやん、ぷんちゃん。いや、マジ、やめてや。関西弁入れられたら。標準語喋れって言われたら喋られへんからな。ちゃうやんもあかんで。そっか。ちゃうやんってどうやってたらいいん？違うですやん。関西弁やん。違いますよ。あ、違いますでいいんか。あかん。あかんって。標準語に直したらどうなるん？ダメです。ダメです。ダメ。いけません。ダメです。一回方言なしで5分喋ってみて。 OK、 いくぞ。じゃああれな、22分な。